ほぼ古民家の地下鉄、行ってみたいと思いませんか？行ってみたいと思うということは、それはビジネスチャンスかもしれません。今回は古民家の地下鉄という事業計画を立案していきましょう。古民家の地下鉄という事業が成立するには、単なる古民家や単なる地下鉄と比べて優位性がなければいけません。古民家の地下鉄の優位性はどのようなものでしょうか？古民家の地下鉄は単なる古民家と比べ移動可能な点が優れています。また古民家の地下鉄は単なる地下鉄と比べ内部でくつろいだり暮らしたりすることが可能な点が優れています。よって古民家の地下鉄は成立可能なビジネスであることが分かりました。次に資金計画について考えてみましょう。現代の古民家は1泊5000円程度で宿泊することができます。また現代の夜行列車は一晩の利用で1万円程度の電車賃となります。よって古民家の地下鉄は一人当たり最低でも毎日1万5000円を稼ぎ出すことができます。地下鉄の車両は1車両あたり100人が乗車可能なので、8両編成の場合は一度の運行で800人が乗車し、1200万円の収入を得ることができます。以上の検討から古民家の地下鉄が実現可能な業態であることが分かりました。放棄された廃校と路線を買い取り、購入した古民家に車輪と発動機をつけることで古民家の地下鉄という施設は簡単に成立します。ぜひあなたもほぼ古民家の地下鉄というブルーオーシャンの業態に参戦してみてください。